今日は、お家の玄関に置くだけで、お家全体の気運がアップする、そんな観葉植物のお話です。正確に言うと、観葉植物だけのお話ではなくて、観葉植物にあるものを足して玄関に置くと、お家の気運が覚醒するお話です。前回の動画で玄関に置くだけで、幸運を招く観葉植物を紹介させていただきました。植物には気運が得意とか、人間関係が得意とか、健康運が得意とか、 それぞれに得意とする運気があるので、欲しい運気を持つ観葉植物を選んで、玄関に置くのが良い。幸せに直結するというお話でした。で、今回は金運だけに絞ったお話です。まずは何よりお家の金運を上げたい。そんな方にぴったりな内容です。簡単で、効果抜群で、私自身も実践しているやり方なので、ぜひ最後までご覧ください。 こんにちは。風水アドバイザー、心理カウンセラーの資格を持つ、グリーンスマイル t v の立花です。今日も動画をご覧いただきありがとうございます。動画の最後に、観葉植物風水の教科書という ebook のプレゼントのお知らせもあるので、ぜひ最後までご覧ください。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。前回の動画でも少し触れましたが、良い運気が引き寄せられる玄関は、清潔ですっきりものが少なく明るいが基本です。 当然、金運アップも同じです。特に、清潔は最低条件なので、まずは、この基本をしっかり押さえてください。それに加えてのお話だと思ってください。それでは、まず最初に、玄関役と金運がアップする観葉植物のお話なんですが、これは、以前の動画、最強の金運アップ観葉植物ベスト10でご紹介した植物たちです。この動画の中の10種なら、どれでもいいです。 それらをここで簡単にご紹介しておくと、まず、金運アップの中でも、お金を引き寄せるパワーが強い観葉植物でご紹介したのは、ベンジャミン、カポックシフリラ、ゴムの木フィカス、ガジマル、パキラのご種でした。そして、金運アップの中でも、財産を守って増やすパワーが強い観葉植物としてご紹介したのは、ポトス、 ディヘンバキア、オーガスタ、クワズイモ、モンステラの5種でした。この合計10種が以前の動画で紹介した最強の金運アップ観葉植物です。この中の観葉植物ならどれでも OK です。どうしてこれらが最強の金運アップ観葉植物なのかとか、それぞれどんな特徴のある植物なのかなどは、もしご興味あれば以前の動画も合わせてご覧ください。 概要欄にリンクを貼っておきます。今ご紹介した10種の金運アップ観葉植物のどれかと、これからご紹介するアイテムを一緒に置くと、お家の金運が覚醒して、どんどんアップするというのが今日のメインの話です。ちなみに、先ほどご紹介した10種の観葉植物以外でも、金運アップパワーの強い観葉植物はいくつもあるので、もし気になる観葉植物があれば、 この観葉植物はどうですかとコメント欄で気軽にご質問ください。では、観葉植物と合わせて玄関に置いてほしい開運アイテムを5つに絞ってご紹介します。まずは1つ目。1つ目は水晶です。玄関の水晶は邪気払いの効果があります。金運アップの観葉植物と並べておくことで、ネガティブな運気、いわゆる貧乏神ですよね。それを浄化して寄せ付けません。 さらに、観葉植物の金運アップ効果を引き上げる、引き出すパワーも持っています。なので、玄関の観葉植物かける水晶はとてもおすすめです。できれば、観葉植物と水晶を並べておくのが良いです。植木鉢の横に並べてもいいですし、こういった鉢の上、土の上に置いてもどちらでもいいです。二つ目、二つ目は炭です。 玄関の墨も先ほどの水晶と同じで焼き払い効果があります。菌を下げるネガティブな運気は浄化して、観葉植物の菌アップ効果を引き上げてくれます。観葉植物かける墨もとてもおすすめ。これも水晶と同じで観葉植物と並べておくのはいいですが、私がおすすめしていて、私自身も実践しているのが、墨を観葉植物の化粧石として使う方法です。こんな感じです。 関与式のパキラを植えた土の上に木段ジップを敷き詰めています。わかりますかねこちら、これ、炭です。これだと風水で言うと、金運を下げるマイナスの木の浄化効果が期待できて、それだけでなく、見た目も綺麗ですよね。土がむき出しよりも、清潔でおしゃれです。あと、虫が発生しにくかったり、土の保温効果とか保湿効果とか、 土壌改良効果なんかもあって、植物の育成にもいい影響があるので、個人的にはとてもお勧めしたい方法です。三つ目。三つ目はカラーストーンです。カラーストーンとはいわゆる化粧のことです。こんな感じです。これは観葉植物のポトスを植えた土の上にカラーストーンを敷き詰めています。動画でわかりますかねこれ、イーローストーンといって黄色の石です。 金運アップなら、このイエローストーンか、マイナスの木の浄化効果の高いホワイトストーンがいいです。で、このストーンは着色したものよりも天然の色のものがいいです。今紹介したイエローストーンも着色はしていない天然の石の色です。着色した石の方が、はっきりした黄色になるんですが、風水の効果で言うと、石が持つ天然の色をそのまま使う方がいいです。 四つ目、四つ目は香りです。香りも玄関に置くことで水晶や炭と同じで弱気払い効果が期待できます。香りは人工的に作られた芳香剤よりもできれば天然素材がメインのお香とかアロマがいいです。おすすめの香りは弱気払いの効果が高いとされるラベンダー、ヒノキ、セイジー、脈団、リンコなど。 または、機運と相性が良い、柑橘系の香り。レモン、オレンジ、グレープフルーツ、シトラスの香りなど。ですが、自分にとって不快な香りは、逆に運気を下げる原因になりかねないので、基本、好みの香り、自分が好きな香りを選ぶのがいいです。この香り、お香とかアロマも、観葉植物の横に並べておくのがいいですが、話しておいても大丈夫です。同じ、 玄関の中に観葉植物と香りがあれば、それで OK です。そして次が最後、五つ目。五つ目は森城です。森城もこれまで紹介してきたアイテムと同じで、玄関に置くことで、焼き払い効果が期待できます。金運を下げるマイナスの木が浄化されます。なので、玄関の観葉植物かけるモリ森城もとてもおすすめなんですが、森城を玄関に置くと、 いかにもお清めしてますという感じになってしまいますよね。それが全く気にならないという人なら問題ないんですが、お客様が来た時にどう思うかなとか、その辺が気になる人とか、あと、玄関のインテリアと合わないとか、そういう方は避けた方がいいです。無理して玄関に置く必要はありません。何か違和感あるとか、なんとなくテンション下がるとか、雰囲気が壊れるとか、 そういうものではあまり運気アップ効果が期待できません。私自身も玄関に入ってすぐ森状があるというのが落ち着かないですし、玄関のインテリア性も損なわれてしまうので基本森状は使っていません。いかがでしょうか今日は玄関の金運アップ関与植物と合わせておくことでお家の金運が覚醒する。そんなアイテムを5つご紹介しました。最後にその5つを簡単におさらいしておきましょう。 一つ目、水晶。二つ目、アロマ。三つ目、炭。四つ目、カラーストーン。五つ目、森状です。ちなみに我が家の玄関では、五つ目の森状以外すべてやっています。せっかく玄関に観葉植物を飾るなら、金アップ効果をさらに押し上げてくれるアイテムを合わせて置いてみてはいかがでしょうか ぜひ、今日の動画を参考に、観葉植物と開運アイテムを使って、素敵な玄関を作って、金運をどんどん上げていきましょう。今日は以上となります。最後にプレゼントのお知らせです。ただいま、風水観葉植物の教科書という ebook を無料プレゼントさせてもらっています。風水と観葉植物の両方の専門知識を持つ立場だからこそ、書ける内容をまとめさせてもらっています。 この ebook だけで観葉植物の基本が理解できるそんな内容になっています。きっとあなたの運気をどんどん上げるあなたにぴったりな観葉植物が見つかるはず。ご興味ありましたら概要欄をご覧ください。そちらでご案内しています。今日も最後までご覧いただき誠にありがとうございます。このチャンネルでは観葉植物風水をメインに運がいい人になるための情報や観葉植物の楽しみ方などをご紹介させていただいています。 チャンネル登録してもらえると嬉しいです。また、高評価ボタン、コメントがとても励みになりますので、ぜひよろしくお願いいたします。